実際に向かい合った時のメイウェザー、そんなに怖さを感じなかったんですか、やはり。そうですね、その生身の状態だった時は全く怖さは感じなく、あのなんかね、コメントでもビビってたとかすごい来てますけど、全くビビってないし、あのむしろすごい弱そうだなと思いました。やっぱ映像を見たらすごい強いなっていうのは分かるんですけど、こういざ対面すると本当になんか、だからある種なんかすごい覇気を感じさせないぐらい達人の域まで行ってんのか分かんないですけど、そういう風になんか強さは感じますね。それはリング上でグローブをつけたら違うだろうっていう想定。どうなんですかね。まあでもやっぱ那須川天心とか、まあ京口くんとかって体がちっちゃくて、普通にこう話してるときはそんなに全然強さは感じないけど、いざ構えてボクシングが始まると隙がなかったりするんで、まあそれは間違いなくあると思います。